東京ロボットファクトリーちゃん、ロボットドッグ編。今回はラズパイサーボモーター SG90 の互換品4つ、超音波距離センサー HCSR04 1つ、 PCA9685 サーボモーター駆動ユニット1つを使って前方に歩いていって障害物があったらバックするロボット犬を作ってみました。今回は超音波距離センサーで外部の情報を取り入れることが大きな進歩です。外部の状況を見てそれに対して反応するということで、かなりロボットらしくなりますね。また PCA9685 を使うと、なんとラズパイの2つの端子からの信号で16個のサーボモーターを自由に制御できます。これができるようになればもっと複雑なロボットを作ることも簡単になります。なお私はこの部品を秋月電子通商から今回購入しましたが、Amazon でも同じ機能のものを購入できます。ではバモス。さてこれで無事に外部の環境を認識し、それに対して反応する、またサーボモーターの数を増やしてより複雑な動きをするロボットを作る基礎ができました。でもまだ案外簡単です。これからもっとロボットらしいものを作っていきます。なおこのプログラムは Python という言語で書いています。プログラムは www.tokyorobotfactory.com というサイトに載せておきますので、実際にこれを作ってみようと思う方はどうぞご自由にご使用ください。それではまた。See you next time!